アーセナルのエドゥー・ティ・ディ、テクニカルディレクが、日本代表 DF、冨安健洋の獲得を含めた夏の席市場での補強についての考え方を語った、スカイスポーツが4日付でインタビューを得ている。今シーズンの冨安健洋はダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、アーセナルは、今夏の移籍市場で、プレミアリーグ、最も積極的な補強を行ったクラブの一つ、なった。補強総額は1億5680万ポンド、約237億円に達し、おり、これはマンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティなどを抑えて D1位の投資額だ。一方でチームは、開幕から3試合、得点で3連敗と結果が出ておらず、サポーターらの不安や、不満も強まっている。だが、今夏の今日は、より長期的なチーム作りを視野に入れ、いったものだとエドゥー・ティ・ディは語る。23歳以下の選手を6人獲得したことが我々のプランを物語っている。1回だけの移籍ウィンドウに目を向けるのはなく、より大きな絵を描いている。今の、面は、より確かな基礎を固めるために1年前か計画を開始したものだったとエドゥー・ティ・ディ移籍、馬最終日に獲得した、冨安も、その23歳以下の選の一人。他の新戦力らと同じく、即戦力である。同時に未来を見据えての補強でもあるとエドゥー・ティ・ディは説明している。右サイドバックには冨安健洋を獲得したところだ。彼はここに来てす、にプレーすることができる。彼の場所を空け、すぐに、プレーできるように、エクトルベッジ、リンをレンタルに出した。それもプランの1、だ。もちろん、彼がプレーするかどうかはミケ、アルテタ監督次第だがね、日本代表でのは、ルドカップ予選を終えた後、アーセナルに、留することが見込まれると見やす。まずは新天地、ビューを飾り、定位置争いに挑んでいくこと、期待される。両。Yeah.